お次はロゼッタ&チコ。しかし空前絶いかない。Q は持ちキャラじゃないとやる気になんない。ゲームオさん、フラットゾーン2、通常攻撃必殺チコアタック、おりゃー、上はワープ、イケチコ、やばいやばい、ミューだ。何してくれるの。あ、なんかいいアイテムをくれるとかそういう系。食事うめえっす。下攻撃、横攻撃、これはあかんて。ボム兵持ったやつの上で浮いてたら当ててくれと言わんばかりじゃないか。クイック脱出の剣、ありがとうミュウ。よしやん。2対2は嫌なんです。こっちはチコがいるから実質2対3回みたいな。十字爆弾どっちだよ。見えねえ見えねえって。ナイス、ワンワン来た、ワンワン。このステージ結構狭いからな。あれ、チコの色が変わってる。ちょちょ、もういいだろヨッシーは。いい吹き飛ばし技が。ジャンプ中前、何がいい飛びするの。ストック性ならともかくタイム性なら遠目指さないと勝てないからな。あ、メタルソニックの予感。お、よかった普通のソニックだ。勇者の弓、この下 B は何なんだ。ほう、どんどん打ってくるぜ。ガン引きだし、ドリル、うん、吹っ飛ばしがわからないキャラはアイテムに頼る、これ基本。お花ってことはオリマーかな。いやー、滝6って見えた気がしたんだけどな、気のせいかな。
前たちずっと戦っておけ。そんなに戦争が好きなのか。行け。これを取りに来たバカをぶっ倒すんだ。遠征だ。近寄りたくない。てか雨がやばい。雨が走ってる。ふう、チコがいなくなってる。復活。チコは時間で、うぐう。ジャンプ前の方が絶対いいな。侍五郎ちゃん、未だに吹っ飛ばしがわからんまま来ている。4つ来た。アイスクライマーさん、リストラされたアイスクライマーさんじゃないですか。レディーゴー。バーサスファイティングビーティー。うーん、1か。マッハトルネード。いけ、マグナムトルネード。威力はないんだな、これ。これ何なの、それ。あ、いい技かと思ったけど、そうでもないか。いいのねえな。ダッシュコ。今からダッシュ攻撃を試す。ごとやってやったぜ。 100% ちょうど 100% 勇気。テイルス、レディーゴー。せっかくだから俺はマスターハンドとクレイジーハンドに行くぜ。二人がかりだ。二人がけ。プチメテオ、プチフレア。一発は殴ろう。チコが。チコも殴れ。二人がかりでボコボコにするんだ。自分は間に合ったけど、チコが間に合ってない。チコが凄いところに吹き飛ばされた。フッ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 。だいたいチコが食らうな。
かわしたと思ったのに。早めに帰ってこよう。残念です。この隙だらけのところにぶっ飛ばしてやるぜ。思考が殴ってくる。決めたい。よし、お前に思考が帰ってくる前に終わらせてやる。そんなことはできなかった。うん、結局いまいち吹き飛ばし技がわからないまま勝ってしまった。上スマ 16%、 横スマ、下スマ、あ、全部ダメだ。決めれる技が見当たらない。これいまいち何か分かんねえし。ウエスマーがまだマシかな。意外に悪くはなかったけど。アイテムキャプチャー、飛び道具などを引き寄せる。あ、そういう効果だったんだ。チコ放出。ダメージ蓄積はそんなに問題ないけど、とどめがな。何この当たり判定。多段ヒットする攻撃がすっごいいっぱいある。それをいいと見るのかっていうのはね、別問題だけど。その分単発の威力のある攻撃があんまりなかった。俺的には終わってるんですけど、どこですかね。ここっぽい。そこだ。うん、もう行ったよ。行った行った。どうせいつものやつだって。キュ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 。ほらね、やっぱ 100% じゃないか。お、ミュウに遭遇した。珍しいこともあるもんだ。ピカチュウ行こう。ピカチュウ。ピカチュウの鳴き声。ピカ。そこ2個。まあよし。ピケサンダー。ピカチュウ。ピカチュウは上だぜ。ピカチュウは上だよね。得意だ。下スマがこれ多分連続ヒットだよな。
う？使っとく？キラー。お、エグマン。ソニック。レディーゴー。足は出るのか。お前のライバル役で出るのか。来た、二対二だけど一応建前は。雷落としまくってやるぜ。パートナーの後ろに隠れてとかね。あるある。見てこの超反応。何試してるんじゃないんだぞ。ああ、もう負けやがった。余計なことしてると。お前はそれ食らっとけ。ピカチュウ様々だぜ。昔ビガーが出川に聞こえたよね。出川。でかい。あれ二人。もう一匹のパートナーはいないのかい。危ねえ。よし、勝ったな。あとここで待つだけだ。倒しきれなかったな。またミュウだ。さっき珍しいって言われたばっかなのに。なんかアイテム出てる。落とし穴があるんだぜ。しかし倒しきれん。これはあかん。よしよし。恐るべしバンパー。今回のバンパーは赤くなったと思ったけど、これあれか、 3DS だから赤いのか。波波に湧くんだ。多分 Wii U 版は青くなってそうだ。ちゃんと戦えよ、ロボモード。雷の本体あたりがかー。逆向け逆。超反応だよ、ほんとこいつら。え、変わり身の術。土星さん、土星さん丈夫すぎ。木に、うえええ、誰だ車かいたの。車取られちゃった。あ、全員遅くなるタイプか。いいだろう、完璧完璧完璧。直撃ガードされた。キラー。いや、もう息あるからいいけどさ。あれ下から回ってきたで怖いな。
タチューの決め手が身代わりか。あれあり判定あり。コンピューターの動きおかしいんだけどな。うう。150%超えてからのあの動き。キピクミン。レモンにしか見えねえよ。絶対レモンメインだろ、さっきの。ピカチュウは雷連発っていうイメージがある。外した。お、いいね。ほら逃げろよ。逃げ惑うがよいわ。あ、上の足場貫通するんだ。電磁波。あー、金か。ゴールドはあんまり魅力的ではないな。ピカチュウは雷連発っていうイメージがあるよね、っと。普通に防御。あれ？走ってたから防御できなかったのか。ピカチュウは雷連発中。雷連発中。防御して雷。防御して雷。で雷に返して。悪くない。B が B か。いけ。よし。落とすなよ。お手玉だ。まだだ、まだ終わらんよ。よーし。フィニッシュ。しかし雷を撃ってやがった。バイバイ。威力はないんだよな。スタスマもイマイチになったな。ロケット続きもイマイチ。雷も吹き飛ばしだけ考えるとイマイチ。さっきの当たった瞬間可愛かった。なんかうんだ。ピカチュウが力を貯めて、ピカチュウが捕まえて画面がはじ。ちょっと決定力に欠けるところがあるが、
ピカチュウでした。黄色い電気ネズミことピカチュウです。ダダダダ、筋肉。いい具合に埋まっていく。ヒット数狙ってみようか。最高ヒット数今なんだっけ、300ぐらいだっけ。可能な限り壊す。100%の方がいいか。狙ったところに行かない。あとはとりあえずここをまず埋めて、よし完成したから、あとはヒット数狙いで。ど真ん中だな。見ろよこのヒット率、400いこう。圧倒的範囲攻撃。まだまだ行くよ。よし、ちょんちょんちょんっと。ピカチュウが求婚されてるっぽい。この花をどうぞ。出直せ。シェフの帽子。